アン、SQS-56 はアメリカ合衆国の冷戦音社が開発したフリーゲート予想ナー。後にデマイナス1160として輸出にも供された。1960年代中盤以降、アメリカ海軍の護衛駆逐艦は低周波、大出力で大型のアン、SQS-26 を標準装備としていた。これは前任のアン SQS-23 においてアスロックにマッチした直接探知範囲を達成したのを踏まえて、これに加えて収束帯のように外洋域で見られる特殊な水中音波伝般特性を活用することで、さらなる長距離探知を狙ったものであった。しかし、これらのソナーについては低周波ゆえに長距離探知を期待しうる一方で、その裏返しとして分解能が低いこともあり、 ソナー探知距離内に存在する潜水艦を探知できないままに攻撃を受けるスリップと称される戦術現象の恐れが指摘されていた。また、アン・ SQS-26 で着手された低周波対戦戦術の確立に伴い新たなパッシブ音響センサーとして戦術エコーソナーも実用化されていた。このことから1970年代にアメリカ海軍が コンセプト開発に着手したパトロールフリゲートにおいては遠距離での対戦探知は戦術コーソナーやランプスヘリコプターに委託し乾燥日のソナーは中周波を使用することでより分解能に優れまた小型の機種が検討されるようになったこのことからカナダの SQS-5052 班を取って開発されたのが本機である 1974年から1975年にかけてミサイルフリーゲートタルボットで行われた評価試験を経て技術開発は1977年10月に完了した量産は1979年より開始されたアン SQS-26 に代わってアン SQS-56 を搭載したことによってペディー級は おそらく600トンの排水量削減を実現したものと考えられている。一方で蒸気のコンセプト開発に基づいて収束体などには非対応であり直接探知範囲に限定されていた。このため探知距離はおそらく8トル程度であろうと推測されている。総振りモードとしては下記のようなモードがある。音響信号、情報処理のため、案。 SQS-56 には5つの処理装置と1つのコンソールが付属している。また、ペリー級では、戦術エコーソナーや多用途ヘリコプターの入力を統合処理化するとともに、マーク116水中攻撃式装置と連接した、アン、SQQ-89 としてシステム構築されている。その後、SQS-56 を元にした輸出版として、 下記のようなで -1160 シリーズが開発された。いずれも、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリゲート、あるいはそのライセンス生産版である、アメリカ海軍、エジプト海軍、ポーランド海軍、オーストラリア海軍、バーレーン海軍、台湾海軍、スペイン海軍、トルコ海軍、イタリア海軍、大韓民国海軍、ギリシャ海軍、サウジアラビア海軍、スペイン海軍、中国人民。 解放軍海軍トルコ海軍海上自衛隊が運用する中州派アクティブソナーであるオックス8は、で -1160 シリーズの派生型で、日立製作所によりライセンス生産されており、で -1167 におおむね匹敵するとされている。ありがとうございます。